おはようございます。相変わらずお待たせしてすいません。自動無料延長オン。よし。ピンニングシューズみんな。よし。で、今日も GoPro 頭につけてます。あ、おはようございます。これ GoPro、 そうだ、これでこうして、これで GoPro に給電開始。これで丸1日持つかどうか。今ですね、いらっしゃいませ。どこだっけ。あ、今ここ、これから出します。ちょっと待ってください。おはようございます。あ、里山ありがとうございます。で、昨日の GoPro のやつはまだ全然編集できてないです。遠征、最近の遠征といったら上州電鉄の時か、その前の鹿児島ですかね。宮崎、鹿児島。あと忘れてることは、今ここ出して GoPro 用に、あと時刻を画面に出すことかな。夜中、昨日4時までやってしまいました。やりすぎでした。あ、助手の時ですね。よいしょ。今日雲はですね、ちょっとまだ晴れてないんですよ。あんまり青空がちょっと見え隠れしてるぐらいですね。予報で晴れなんですけど。じゃあ、ロボはるかございます。はるかございます。今日は片道だけで35キロぐらいかな。あ、旧型さん、鎌倉古道はですね、たどれるかどうか、天下のルートラボで調べたんですけど、あ、寒さもないです、今のところ。ルートラボで調べたらですね、GPS ログの実績の、何ですかね。実績のある GPS ログのルート情報では、ほとんど見つかりませんでした。鎌倉じゃなくて、鎌倉古道っていうのは、鎌倉からどこまで行ってるんですかね。寝不足、4時間睡眠ぐらいですね。あ、おはようございます。昨日 GoPro の映像見たら、かなり右に、左に傾いてた。一応今日は GoPro とウェブカメラを同じ向きにしたんで、気をつけたんで、これでまっすぐかな。あ、ビンディング使ってます。SPD、普通の SPD。これ、見えるかな。よいしょ。ダメだ、これ以上足が曲がらない。あ、そうだ、今ここ出して、あ、カチンコあるんですけど、あれだと画面見えるかなと思って、外で、屋外だと画面なかなか見づらいんで、確かあれ有料でいくらぐらいでしたっけ。100円ぐらいでしたっけ。まあ買ってみてもいいですね。おはようございます。うん、あ、しょっちゅう走ってます。あ、そうなんですか。じゃあ場所教えてもらえるかもしれないな、その時見られていたら。一応手書きのGPS、手書きのログは見つけたんですよ、ルートラボで。今の鳩ですね。ちょっと待ってください、時刻がわかる。あ、そう、カチンコ1個しかアプリなかったんで、私も探して見つけました。どうしようかな。じゃあ、言葉でやってもそうか、意味ないんだな。映像で見ないとわからないんだな。難しい。まあいいや、ちょっと。ぴったりの時間になったらかな。ロート製薬、古いなって。今でもあれやってるんですかね。じゃあちょっと10時6分の瞬間をちょっと GoPro のカメラに映してから行こうかな。あと20数秒。おー、いるいる。雪道、あ、雪道か、そうか、雪か、雪ある、うん、かも。うん、なんだ、お、ピーピーって今のは何ですかね。うん、あ、なんか持って走ってる、なんだろう、毛布持って、あ、これなんだろう、
ルート通らないんですよ、鎌倉は。マーリさんがなんか毛布持って走ってる。ナイトホークさんいらっしゃいませ。毛布持って走ってるから、もしかしてなんか、事故かなと思ったんですけど、毛布をその場で畳み始めましたね。八王子廃線ですか。日陰、そうか、雪残ってる可能性あったな。あれ、何種類かあります？こうやってつけてもそうです。すいません。本当に。鎌倉からどっかへ通る鼓動なんだと思います。落下物？そうなんですか。そこに黄色い、なんていうんだっけ。車が止まってますけど。そう、カメラつけてます。普段はウェブカメラだ、小さいウェブカメラだけなんで、大して目立たないんですけど、まあ目立ちますけど。今、GoPro っていう、盛大に頭の上に出っ張ってるカメラつけてるんで、普通の人は話しかけてこれなくなってると思います。落下物、あれ高速ですかね、上、さっきのは。カメラの固定は、GoPro ってでっかいカメラの方は、専用のマウントを使ってます。ベンテッドなんたらマウントっていう、プロ意識同期用の、忘れてた。もう忘れてたよ。鎌倉道とはまた別みたいです。今日はバーナー持ってきてないです、今日も。トンネル。黒デファイさん、コテついたかなって聞こえた。とりあえず、コテハン関係は私、全然なんか、覚えてないですね。直に会った人ですら、もしかしたら忘れてるかもしれないし。相原の山の中どうなんでしょうね。そばさんいらっしゃいませ。おはようございます。過去に放送で、凸されたり関わったりした人全部Excel で管理してて、しばらく1ヶ月ぐらい管理してないんですけど、100人超えてましたからね。仕事上ですら、関わってる人のことを覚えてない私が、趣味とはいえ100人も覚えるってのは無理ですね。無理ですねって、誇らしげに言うことじゃないですね。申し訳ないです。忘れっぽいというか、人のこと本当覚えられないんですよね。特に名前とかかなりもう、大学は確か、なんだっけ、なんとか大学。そう、服の色で覚えるから、着替えられると分かんなくなる。朝食は食べてきました。また松屋行ってしまった。イメージ、いやーな、あ、しまった。忘れてた。ちょっと待ってください。ちょうど10分なので、ちょっとその前に、見えるかな。5、4、3、2、1、0、10時10分。0っていうのが今 GoPro のしょぼいマイクに、内蔵マイクに伝わればよかったんだけどな。まあ、これでいいや。で、ここ来ちゃダメですね、246。あなたも 申し訳ないです。ちょっと待ってくださいね。こう行って、ここの246を渡るのが至難の業で、もうちょっと左に逸れてから行くべきだったんですけどね。この辺り前、兄さんとか航空さんとかにルート教えてもらったのに、忘れてるな。っていうか、ルート引いてきたのに。ログ取ってます。GPS ログも。iPhone の方じゃなくて、専用のロガでやってます。この本気の、なんていうのかな、中央分離帯が、本当に仕切られてて、人とか自転車横断できないんですよ、絶対に。帰りは輪行は、一応輪行袋持ってきました。まあ時間次第ですね。どっか渡れるところまで、信号もないんですよ、この辺り。246で太い道だから、車の流れ優先なんですね。
まあそれは仕方がない。これは246ですね。まあ予定ルート、ただ予定ルートのですね往復の袋の方はもういち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 ちゃんとした道を悟るのがめんどくさくて、帰りはもう適当に引いてます。ただ実際には行きと同じようなルート通るつもりなので。あーしまった、こっちの車線からだとちょっと渡りづらいよな。逆走で横断歩道じゃないや信号を渡ることになるから、まあ一応2段階で待ちますか。今ならうーん、歩道橋は自転車これダメなやつですね。確かこれはスロープついてないやつ。お、横浜線。うん、ついてないですね。マンションマンションこれですか。降りて、あ、降りて渡る。でもこれ横断歩道ないんですよ実は。まあこの辺りはもう車のメインルートなんで仕方がないですね。これまで何とかしろっていうのはさすがに。おお、昔246沿いに前自転車で走ったことあるんですけど、かなり辛かったです。担ぐ。あ、この歩道橋ですね。それだったら待つ。歩道橋は私は上り山で行けど下りが苦手です。階段が専用の、あ、何度かありますね。自転車用って書いてあるやつありますよね。うお、そういきなりあれです。まあでも246沿い走らなくて済むんで、246は大体どこでも自転車に優しくないですね。最悪なのが山北あたりの御殿場線、山北あたりの246、歩道は自転車が通れないぐらい狭くて、路側帯ほとんどなくて、で道が狭くて車がすごいスピードで走ってる。あれ高速道路に紛れ込んだのかと思いましたよ最初。まあでもその後裏道というか急道して、まあ、大体避けられるようになりましたけどね最悪のところは。いや、青梅だとどんなんでしたっけ。奥多摩街道とか新奥多摩街道とか、うっと、痛くなる。まっすぐでよかったっけ。お、いらっしゃいませ。鎌倉古道って一番最初に書くのよくなかったですね。どこどこの鎌倉古道って書くべきだったな。これで小田急線渡って、どっちから行った方がいいかな。これは田園都市ですね。この辺りからどっち行こうかな。今日は晴れ予報なんですけどね、田園都市線ん、あれは乗り入れてる地下鉄のやつですかね。電都市線どこに繋がってるんだったっけ。
もう予定ルートで行くか。雲が、でも青空もあちこち覗いてるところあるんですよ。風が、そうですね、向かい風が何よりも報われない。私は平地の向かい風が超苦手です。まだ峠登ってる方が精神的にマシ。半蔵門線か。そうですね、そうだそうだ、前乗ってたことあるんですけど、言われないと思い出せなかった。お、あの白とオレンジのやつは、あれも一緒ですかね。かなり曇ってます。八王子もさっき晴れてるって話ありましたけどね。東武線も昨日のが、でも今日もですね、そんな寒くはないんですよ。じゃあ川沿い行くか。恩田川沿いです。確かこの辺りは、あ、快晴ですか。そんな離れてないと思うんだけどな。え、崩れる。あ、これ見えるかな。ここですね、あの鯉の餌場なんですよ。見えますかね。うわ、口開けてる口開けてる。人がいるだけなのに。あ、はいはい、曇り。そう、ここ鯉が、あのいつも人が餌やってるからですね。すごいなあ、こんなする。すっごいいますね。しかもあの本体が見えずに水面から出てるとこしか今見えてないから、かなり気持ち悪い。あのなんか昼っぽいですね、水面から出てるとこだけが見えると。よし。そう、この橋のとこでいつも人が餌やってるんですよね。じゃあ恩田川に沿いに行って、お、おはようございます。ん、大岡川、大岡川、ちょっと、おはようございます。山昼、私まだ座れたことないんですよね。ヤビスとかも前あの辺りいたんですよね。確か鹿が媒介するとかで、媒介というか広めてしまうとかで。くいく、私もあれ、城山と城山どっちの意味なんでしたっけ。あ、昼血が垂れてる。そうそう、あの昼の曇ってますね。あ、城山湖、ありがとうございます。あの城山湖じゃない、あ、そうそう、昼のあの血の吸い方は島田さんフォローしてます。ていうかフォローされたので、ん、雷で、あの昼が痛みを全く感じさせずに血を吸うっていうのはうまいですよね。あれに比べると蚊なんかまだまだですね。あのチクッとして人にか、あの感知されてしまう血の吸い方なんてまだまだですね。缶コーヒーさんですか、いらっしゃいませ。おはようございます。一番下手くそなのが北海道にいる、北海道だけかどうかわからないんですけど、リラックス、いらっしゃいませ。昨日情報ありがとうございました。昨日の方が天気良かったか、まだこれからですね。あ、ライターで。で、北海道、前私レムトでやられたんですけど、なんかしましま模様みたいな、なんか、あ、島田さんですか。おはようございます。なんかしま模様みたいな、アブみたいな、花アブみたいな形の虫がいてですね、やつが噛むんですよ。血が出るほどに噛むんですよ、その虫が。あいつは本当下手くそですね。あの噛まれた瞬間にあまりの激痛に思わず叩いてしまう。あれ名前わかんないんですけど、ブユとかブトとかいうやつとは一緒なんですかね。
やつだけはちょっともうちょっと上手くなれよって思いますね。噛むなら噛むで分かんないように噛めよって思いますね。痛すぎ。虫に噛まれた中で、いやでかさ大したことないんですよ。2センチぐらいかな、羽広げた状態で。川遊び、ああ水場のとこだといますかね。結構そう、ハエみたいなやつですあ、そう、噛まれたところもなんか腫れ上がりますよね。冗談じゃないなんていうか、ウイルスなんかもあんまり激症で人間殺してしまうようなやつっていうのはあんまり広まることができないんですよね。で、弱い風邪みたいなやつは症状は弱いけどうまいこと広がってるはずですよね。その宿主生かしたまんま広まっていくことができるんで。で、そういう観点からアブみたいなやつは本当にできそこない。頭にくる。そう、虫はちょっと調べてないんですよね。調べれば多分出てくると思うんですけど。ああ、スズメバチ、黒いのなんかクマとみなして襲うとかいう話を。ん ?3 回?うん。発火ですか。感染、そうそう。おっと。あ、すいません。あ、すいません。いや、戦車道の方じゃないです。おねりく道ですよね。お尻を3回?白熊は、まあ、そうかもしれない。おねりく道は、そうですね、今回は目の前スルーして行こうかなと思ってます。いや、昨日はまた別のコースです。昨日は境川、今走ってるここは恩田川ってとこです。恩田川の源流はなんか公園になってましたね。あれどの辺りだったかな、場所が。ん、桜咲いてないのは、あ、恩田川か。川に、まあ川沿いったら大体平坦ですからね。だからとりあえず川沿いの道は一通り走ってみてますね。ジョギング多いですね。本田川汚かったのか、前は。私はこっち越してきて何年目だったかな。ん?水質花?洗車道荒川も結構いいですね。あ、そうだ、30分毎回の話ですけど、ん?サンプラザは何だっけ。ん?昔は鶴見川みたいなのか。あ、そうか、鶴見川の支流でもありますからね。そうですね、鶴見川がそうでしたね。ん?どこの激坂?白山湖のところはちょっと坂ありますよね。思ったほど登らないみたいだけど。桜の木です。この辺り車道行った方がいいかな。狭くなってきて、そう、白山ダムまで行きます。で、折り返して戻ってきます。鳩が若干膨らんでる、寒いから。膨らんでるスズメってのも可愛いですよね。あの坂、私大昔に行ったことしかないんでよく覚えてないんですよ。休日ありがとうございます。ん?水質。ん?卵漁って
なんか砂利が敷いてある、なんだっけ、杉並木かなんかみたいなとこですよね。おはようございます。卵量は遅がると、それは良くないんですよね。あのタイムシフトで見るためにできるだけの手は尽くしているので、つくいっこの方は多分行かずに白山湖だけ行くと思います。ちなみに白山湖のダムに登る道は4ルートくらいあって、で今日はその一番あの人が住んでなさそうなところを行って帰ってくる2ルートです。ん、生でコメント、あー確かに生放送としての面白さもあって、今これ録画してる動画の方もそれに依存してるんですけどね。本当はなんか単体で成り立たせたいんですよね。カメラが傾いてないかどうか気になる。バッテリーが、今バッテリー自体はウエストバッグの中なんですけど、おっとっと、あーでも DVD あ傾いてます、左に傾いてんじゃないかと私は思ってるんですけども、人生かけ合い、ああいやでもあの元々の目的はできるだけ後に残る形で、あとはできるだけあの効率的にじゃないな、ちょっと左向いてますよね、やっぱ難しいな。今日の荷物は 4,5 キロぐらいかな、もうそんなないか、ん？そう、ちょんまげカメラ、あの以前にも増してちょんまげカメラです。ウェブカメラとビデオカメラ両方ついてます。家もああそうそう、前この幼稚園のとこでドラマ撮影みたいなのやってて、デジカメ思わず向けたら周りを、ん？地震来てました？周りをはあの見張ってるというか、人が入ってこないように見張ってるあのお兄さんがあのご遠慮くださいっていきなり言われましたね、お兄さんから。あれはそういうふうに言うように指示されてるんでしょうね。うん、ですよね。と、ああ、そうか、ストロボっていうのもそうですね。ストロボ関係と、あと肖像権かな。私がないというか、もともと興味もなくて、ただあのそういうの見たっていう記録を残そうとしただけのつもりだったんですけど、まあ撮られるかは分かんないですからね。雨、興味ん、結構何の撮れる、まあ押していくことになるんじゃないかなと思ってるんですけどね。ジュリーペンさん、おはようございます。粗悪いなくてもまあ仕方がないですよね。壊滅そう、ここは桜並木です。2ヶ月後ぐらいかな。うん、ここはあの桜の名所ですね。一昨年だったかな、こう桜見に配信しに来たのは。
シングトラックですよね。なんかトレイルらしいんですけど、歩きの記録はいくつか出てきました。うん、補給食ないです。途中で買わないと。桜、あと2ヶ月でですね。やった。私は桜、桜じゃない、酒飲めないんで花見とかは全然行ったことないですね。何度かあるか。初心者向け。白山この前も坂ですね。アイス。リニア。ラッテはアイス工房ラッテですね。昼はおにぎりかなんか買ってコンビニで買って食べようかなと思ってます。やった。ジョギングとか全然スポーツしてないんですよ。本当に自転車で走ることがあるだけ。さて、高瀬橋で今は、こういう自転車のやつは楽しいので、それを皆さんに伝えたいという目的でやってます。放送はそれ以外の目的はなくて、有名になりたいとかそういうの何もないので、どちらかというと苦手です。だからできるだけ自分のキャラクターでなんか人気取りみたいなことやりたくないんですけど、有名って言ってもニコ生の中だとかなり、別にコミュニティとそんなに大きい方じゃないですよね。全体の中でヒーローになりたい。出前機、どうでしょうの。自転車、世界征服。造形大学のところっていうのが今日のトレイルのとこですかね。あれはちょっと昨日の夜寝ぼけながら調べただけなんでよくわかんないんですよ。ダメだったら引き返すという。そうそう、キャラが立ってないとっていう、そうか、なんかそういう逆なのかな。自転車旅行の面白さで人を寄せられてるんじゃなくて、自分のこういうボケみたいなところで引き寄せた上で自転車旅行が面白いということが副次的に伝わってるみたいな感じだったら、ちょっと気持ち悪いな。気持ち悪いというか、本来の目的と逆になっちゃいますね。結果が一緒だったらいいのか。そう、結果オーライでロード。そうか、旅行と宿泊は確かにそうですね。行動範囲、輪行ばっかりしてますから。車にどうにかされたことはないですけど、一遍だけ新宿まで昔甲州街道で通ってた頃、週に 1,2 回の頻度でサイドミラーぶつけられたことあります。なんとか転ばずに済んだけど、その車は気づかずに行っちゃいました。怪我したわけじゃないから捕まえて賠償とかそういうのはないんですけどね。気づかないわけないですかね。丸山団地の広場までさらに行かれくされた。気づいてますかね。気づかないってことはないんですかね。サイドミラー曲がったはずだし。じゃあやっぱりあれは無視していったのか。じゃあ最悪ですね。小石踏んでも、転んでないのがミラーで見えたからなのかな。じゃあ転んでても無視していってるんだったらもう犯罪ですよね。そう、小指を。転んでるかどうかは多分気づいてたら確認したでしょうね。
もうそれが何年前だろう、7、8年前かな。ひき逃げ、ロードで、向こうですね。私はそれこの間パパさんちっていうライダーハウスでやりましたね。思いっきりすねぶつけてしばらく声が出なかった。で今これ町田に向かって登ってます。ん？車？あ、違う、踏まれた。この間ぶつけたのは痛かったです。ん？電車に乗せる時ですか？あ、スリックです。そのパパさんちょっと場所は秘密。電車というか輪行袋は全然盗難対策してないですけどね。その運転席裏に縛り付けて、で少し離れた席に座って寝てしまうことなんかしょっちゅうですね。最後はこれシャドウが上がるのが、防寒対策重ね着ですね。薄いやつを何枚も、喋りづらい。そうでっかいの、私もそう思います。今日私が着てるのが、汗対策は重ね着です。汗かいてきたらすぐ薄着にすれば。私が今着てるのは何らかの機能性の下アンダーシャツと長袖の自転車ジャージと、そんなに本気で防寒じゃないやつなんですけど、と、実施さんいらっしゃいませ。ダメだな、連続して喋れない。ヒートテックは何がダメなんですかね。そうそう、輪行袋を盗んでいくのはよっぽど中身に確信がないとリスクの方が大きいと思うんですよね。静電気は私はバチバチ言いまくってます。会社で後ろを通った別の部署の部長さんなんですけど、その部長さんに放電したことあります。ピカチュウかよっていう。アイスバーンが、そうですね、山の方とか。浮かんです。そう、前後ろ通りかかった人に知らずに知り合いのバチって言ったことありますね。こっちも痛かったんですけど、部長の回路がアイヒート、やった。タクシー輪行はまだないですね。バス輪行までですね、車でやったことあるのは。タクシーは確か一度もない。あとバス輪行も何種類かあって、救急車輪行したことある。スラムダンク、私あれ読んでなかったからネタわかんないんですよね。でもルカーって人がなんかヒロインじゃないや、ヒーローらしいことは知ってる。そう、北海道で居眠り運転して頭打って救急車呼んで、荷物満載の自転車を乗せてもらいました。お墓で寝たことはまだないです。昼寝したことあります。天竜川沿いに飯田の方に下ってるときに、それももう自転車で走り始めた、だいぶ前なんですけど、走り始めた頃の
にお墓で寝転がって昼寝したことあります。というのは確かレポートに書いてる。あ、あります。自慢できないんですけどね。あ、止まった。あれ、来てる人の方が。なんで電波ダメなんだ。あ、そうだ、今ここの奇跡今日変かもしれないです。またなんかGPS の位置がずれてるみたいなんで。お、ビアンキのりさんいらっしゃいませ。境川に出るのはどのあたりから、この先でいいか。町田に登るだけであんなに息が切れ続けるなんて。神社の止まってなかったですか。なんか人によって止まってる止まってないが違うことあるんですよね。まあコメント上でそう聞こえてるだけですけど、実際どうなんだろう。あ、動いてました。神社で昼寝もよくやってますね。結構一時期は神社じゃないとみたいな風にして神社でばっかり昼寝してたこともあります。北海道に行った時そうでしたね。なかなか人目につきづらくて、あと見つかっても怒られなさそうなところって難しいんですよね。そう、でも神社の昼寝は、あ、卒ゾーン。今日のランチは適当。まあコンビニおにぎりぐらいを考えてます。ん？今日は何がない？あれ？あ、綺麗ですか今ここ。神楽殿ってそれの中入っていいのかな？あれ？境川。今日は70キロ、私にしてはロングライドですね。エロなのか。駅の方が、駅は横になれるとこなかなかないですね。最近ベンチも横になれないように手すりが一個一個設けてあったりするんで。あと駅はやっぱ人が来るんでちょっと迷惑かなと思っちゃいますね。そう、70キロだったら鼻で笑う人も多いと思いますけどね。まあ人によって長距離走れる方が偉いっていう考え方も人もいるし、まあそんなのはいいじゃないかという人もいるし、まあそれぞれですね。私もまだこんなこと言ってる間は気にしてるうちに入るな。時間、あれ、結構こう川まで離れてるかな。まあ行ってみよう。あ、おはようございます。今日は鎌倉、すいません、先頭に鎌倉ってついてるんですけど、今日は鎌倉からかなり離れたとこです。で、今日振り返りは多分やるかなと思うんですけど、遅くなったら今日中にはできないかと。あれ、また登ってる。そうか、さっき降りたからな。ん？逆走？あ、今私どこ走ってますかこれ。ん？なんでこれ私は、なんでこれ逆向いてるんですか。あれ？今これ私は、なんで北に向かってんだ。あれ？あれ？あれ、なんで境川に向かっていると思ったら境川から逆に向かっていた。信じられねえと思うがっていう。あれ、一体今いつ、あれ、おかしいな。
今ここから左に向かったってことは、あれ、いつの間に今180度曲がってた？何言ってるか分かる？何言ってるか分からねえと思うが、あれ、今の本当に分からない。いや、逆に向かえば、そう、ありのまま起こった、ありのまま起こった関係の今イベントが、あれ、太陽の、ああ、これで南側に向かってますね、今。あれ おかしい。おかしいと。これだ。決まりの、そうですね。いや、でもおかしいな。気にしてるうちに。で、さっき左曲がって、今のは目白か。ん？何がいつ？今の緑色は目白じゃないかな。あ、やっぱ目白だ。緑色で目の周りが白い可愛いやつ。あれ、さっき左折。あ、え？神社から右に行って境川沿いに、西に向かってるつもりで、で、左に曲がって南に向かったはずが、いつの間にかの北に向かってた。あれ？いやー、おかしいなー。加藤、目白でも飛んでるとこあんまり見たことないんですよね。餌付けされてて、シギ、シギ、何でしたっけ、タゲリじゃなくて、タゲリはあれは群馬県か、見たのは。今日も結構暖かいですね。何言ってるのか略。方向音痴でございます。おはようございます。あ、シギでしたっけ。埼玉の方で見たシギっていつだったっけ。ロスりましたかね。とりあえず駅より東には向かってないですよね、今。解像度、GoPro でも映らなかったと思いますね。ん、相原ひろみ、あれ、今あと GPS ログ見ないと。ひよこ、ん、何が、赤痢は白赤痢とか、トサカみたい、白い、おけみ？あ、Z さん、おはようございます。Z さんは、昨日ブルベ200キロだったんですよね、お疲れ様です。あれ、松崎方面に向かってるって、あれ？あ、やっと駅か。あ、じゃあやっぱロスしたんですね。逆走して。あれ？おかしい。頭の中だと間違ってないのに。まあ、バッチリ記録も残ってるし。糸井サイクルですね。一体どこからが逆走だったのか。ロゴっていう名前なの、私が自分で名乗ったからです。一時期ももっていうあだ名にされそうになったんで、それだったらロボの方がいいっていうふうに口走ったらそうなっちゃったっていう。ヨドバシはあそこですね。あれ なんと来ちゃいましたよ、四国峠に。行くつもりか、あれで。おはようございます。今日はトレイルありますよ。思いっきりトレイル。あ、ありがとうございます。あ、まだ暖かい。 ちょっとじゃあいただきます。来ちゃいました。お、暑い暑い。
まあそっか、でもロードだったら最悪担いでいける。軽いから。来ちゃいましたね。とにかくちょっと飲み切るのは量があるので、あとはもう冷えてからですけど。アダノさんは80キロですね、前自走できたのは。でしたね。で、Z さんに120何キロで抜かれて。もう無理です。あれはエスカレートしていくとあっという間に不可能になりますよね。じゃあもうしばらくずっと境川沿いです。行けるところまで。境川サイクリングロードがなくなるところものさらに先なんで。今のは秦野さんって人です。何度目の凸だっけ。10回はまだないかな。あ、すいません。そうそう、秦野さんのロードじゃ今日の道は無理だろうっていう話をした後に来ちゃいました。そう、自転車で帰る。相変わらず男らしいですね、だそうです。相変わらず男らしいですねとお伝えくださいと。そういうコメント必ずありますよね。そう、ロードです。アドンさんのはなんだっけ、ディファイじゃなくてなんだっけ、あ、武蔵野ですね。そうですそうです。で、私チェーン切り持ってなかったんで。この辺りがしばらく、ん？気止まり？秦野さんの、そっか、秦野さんから見るとなんで戻ってるんだっていう。秦野さんはなんだ、 FCR だったかな。目の前で見てもその文字が書いてないと分かんないっていう。ん？ポネータさん？ピンク街？ピンク街？お伝えください。じゃあまたしばらく前でお願いできますか。右岸、あっちの方か。こっちは左岸ですね。そっか、右岸走った方が良かったかな。この辺り人が多くて走りづらいんですよね。あ、綺麗に。私が知ってるのはこの状態からなんですけどね。あのバッグ、あれですか。私も似たようなのを腰につけてます。駅前が本当一番人混んでますよね。いや、引いてもらわないです。私は遠慮なく遅れて見せて強制的にスピード合わせてもらうっていう。ん？待遇？あ、砂利道。じゃあやめとこ。ロールをしてたみたいですね。いらっしゃいませ。秦野さんって人です。色気がある。あの髪型はポニーテールでいいのかな。ポニーテールっていうのは確か縛る場所によって違うんですよね。あ、道悪い。了解です。しりしり。ホモが多いと言ってるあなたがホモ大好きなんですよね。本当、ホモネタ好きな人がなんでこんなに世の中に多いのかが不思議でならん。そんな好きなのか。会社にも多いんですよね。幹部社員の人でホモネタが超好きな人がいて、飲み会の席になると必ず誰かがホモであるって話ばっかりするんですよ。何がそんな楽しいんだろう。でもなんかすごく楽しそうで微笑ましいんですけどね。あ、ピックテールっていうのもあるのか。遺伝なのか。よい、あ、ありがとうございます。ミニストップあたり、ああ、了解です。行ってみます。男色方が、男色ネタが好きな人多いんですよね。
どこがその笑いのツボに通じてるのか不思議なんですよね。私が言われている？あ、いや、あ、でも言われてるかもしれないな。40にもなって結婚してないっていうのは、やつはホモだからだなとか、あの人言ってそうだとか、完全誹謗中傷だな、これだと。誹謗中傷というか、あの被害妄想というか、あの人は絶対私の悪口言ってるとかいうのは、ロリと思う。あ、ロリネタは、でもロリネタとホモネタだと、ホモネタの方が笑いを取るみたいですよね。てか、ロリネタ別に笑い取らないか。ん？何が大変？あ、そうそう。失礼させ。誘われた人もホイホイついていかないですよ。独身ホモがロリ。あ、そういう偏見もあるだろうな、きっと。あれ？あれはパンクかな？ん？男の6割はホモ。そうなのか。うん。悪口よりは、ああ、それはそうかもしれないですね。ただ誰々がホモだっていう話で盛り上がる人なんで。帰ってくれ。というか、あの実際にその思考として、あの思考としてそういう思考をあの本気で持っている人に対しても別に失礼じゃないのかな。どちらかというと笑ってもらった方がいいのかな。うん。あ、尻ネタはそうですね。確かに下ネタ系はとりあえず笑い取れる。ん？バイクにここで？うん、浜瀬とずっと平行です。途中で下くぐります。もうちょい先で、あの辺りだ。あ、やっぱり失礼ですよね。私もそう思うんですけど、尊敬ネタも多いですよね。ん？ここに逃げ込む？あ、原付とかが。それは最悪だな、それに引かれたりしたら。引いた方ももう人生終わっちゃいますね、それは。ネタに、ああ。お、まだ氷残ってる。あ、今のとこ危ないっていうのはあれですね。見通しが悪いから。ああ、怖い話もそうか。お、すごいな、今の人すごいですね。あの顔面まで完全にあの、タイツじゃないけど、なんですか、顔面まで、まあ、そうですね。全身真っ黒でゴーグルしたスパイダーマンみたいな人がいました。スパイダーマンがプロテクターつけてるようなイメージ。これ後で GoPro で見たら映ってるかな。本当にですね、あの口のとこまで全部塞がってるスパイダーマンみたいな人でしたよ。すごかったな。しかもあのゴーグルが、あの虹色に反射するやつ。肌が本当に出てなかったですね。今日はこれあったかいから逆に安いんじゃないかな。そう、店に入るな、さっきあの花野さんもそう言ってました。あれでコンビニ入ったら通報されるんじゃないのかって。あ、フェイスガードっていうんですかね、ああいうの。あ、でも特殊部隊、確かにそうだ。あのスワット系のゲームで出てくるああいう格好でした。花粉でももうそろそろらしいですね。今年も発症しなきゃいけどな。いつ来るか分かんないですからね。速度今24、5キロぐらい出てるんじゃないですかね。あ、紫外線、ああ、そっか、そういうのもあるか。レインボーバン
スパイダーマン。今日そんな寒くないですね。さっきから指切りグローブにしようかどうか迷ってるんですけど、結構この指切りにしただけで全身の爽快感が全然変わったりするんですよね。あ、ハドさんもサングラスしたの見たことないですね。指切りしてみよう。あ、変更レンズ。ちょっと待ってください。泳ぐ。すいません。あれ、もう一個どこ行った？あった。あれは給水塔じゃないのかな。給水塔か、あと水道の圧力をの変動をに耐えるためのバッファーとか。ミラーは目線が、ああそうそう、目が合ってるかどうかわからない。昨日私も途中から白服、ああ目が焼けて真っ青。そう、指切りグローブしないポリシーの人も多いですよね。あ気がつかなかった。ここそうだったっけ。ボタンを押す。指切り、結構なんていうのかな、体が汗かくかどうかも若干変わってくると思うんですよ。なんかグローブの指出し指出さないによって。あ、今なんか質問がなかったか、すみません、聞き飛ばした。ん、指切り何も自作。あ、スマホ、それもありますね。あ、この先も。お、あ、なんか笛の練習してる人がいる。ちょっと今日ヘルメットの固定が今一つだな。ちょくちょくヘルメットの前の方がメガネの上に当たってしまう。昨日はうまくいったんですけどね。そう、あ、そうですかね。今日の気温だとちょうどいいぐらいというか、多分花田さんあれで真冬も寒い日も走ってんだろうな。私は27段ギアです。私が買った当時は後ろ9段だったんです。今はデオレでも10段でしたっけ。そう、まだ9段、メンテが難しくなるんだったら、そう、6段とかでも十分だと思います。ちょんまげ重い。あ、そうそう、重いです。ハウジング外して、わしのギアは何かのネタですよね。まあ、ギアじゃないけど技だっけ。煩悩、そういや煩悩って108の59ってのは 2×59 で素因数分解してもたった2個にしか分かれないですよね。だからなんで108なのかちょっと不思議なんですよ。アリビオでも、あ、そうなんですか。私の時はアセラが7段の時代だったな。これ自転車パーツの話ですけどね。風よけにするほど近づくとちょっとブレーキの時に怖いんで、本当はこれでも近づきすぎなぐらいだと思うんですけどね。マウンテンバイクは私の知ってる時代のやつだと、下から、本当はもっと下回るらしいんですけど、アセラ、あ、もう忘れた、アセラの次覚えてない。アセラなんとかデオーレ、XT、XTR。 アセラの上なんだっけ、アリビオでしたっけ、アセラの上って。
救のために、なるほど。逆に真ん中あたりだけでも足りるようになれば、チェーンラインの斜め具合が減るわけか。うわー、なんか自転車のパーツ分かってるような喋り方してるの、私は。よく分かってないんですけどね。あ、本当アリビアでしたっけ、間。買ってる、カタログに出てくる下から2番目。で、ロードの方が、なんだっけ、空。あ、ターニアルタスってありましたね。ターニアルタスアセラかな。で、ロードが、ソラティアグラ105、アルテグラでディラエースが私の知ってる世代です。そう、アルテグラ、アルティメイトのアルトですよね。アルタス、ローテグラ、ブリストン、ロードマックス。前の人は肌野さんです。ホイールにはフルクラムのエボリューションって書いてありますね。レーシングエボリューション。ん、ルテグラはブレーキが、ティアグラム銃弾なのか、すごいな。あ、そう、チェーンだけ XTR とかグリスだけ XTR ってのもありますね。あの辺りはまあそんなに値段変わらないですからね。結成会会で、あ、このペースだったら結構時間に余裕できるかな。うん、電動、あれは結構電池持つんでしたよね。でも寒冷地とかだったらどうなんだろう、電動は。結構あのバッテリーの持ち減りますよね、寒いと。デュラが11段、チェーンライン、チェーンラインというか、あのディレイラーの調整とか難しくならないんですかね、そういうのって。ベローチェは私が知ってるのはあのコーヒー屋さん。喧嘩離団、さっきもなんかあったな。青空は結構出てきたけど、まだ日は照らないですね。こちらも、あ、売れないからそれあるかな、確かに。ですね。これ反対側も一緒なんですかね、あれは。ん、あ、ここは初コースじゃないです。何度も走ってますこの辺りは。ジョイスはこっちほとんどないんですよ。サンフォース。あっち行けるのか。なんか行けそうですね、こっち側で。ああ。結構その辺から入れない。ユンボがあるあたり。あ、まあでもあそこも歩いてる人いるからこっちで行けるでしょう。こっち側へ。ねえ。ん？あ、こっちで、ええ。あのバーテープの色はビアンキなのかな？あ、車体も。どこまで行けるところまで。橋本あたりまで行って、そこから、あの、相模線じゃない。横浜線沿いにちょっと北上して、相原。あそこ、あれですね、前、あの夏祭りを見たとこですね。花野さんです。相原から
ちょっと北側のところの、造形大学って言ってましたっけ、さっきコメントでのあたりからあの山の中に入って、鎌倉古道っていう道の一部を走ります。走る予定、走れるかどうかわかんないですけど波多野さんのフレームは材質だったら私はよく知らないんですけど、アルミじゃないのかな。アバランチェの人ですね、何人かいるみたいだけど、化学工事してますね。うん、鎌倉古道は私は初見です。あ、ダメですね。じゃあまだ拝んで、よっと。お、ルック車に乗ってる人が通った。熊野古道どんだけ離れてんだ。あなたもアバランチで2人目だな多分。さっきの人とは違う人ですね。ん？東京に戻る？まあなんだろう、どうでしょうネタかな。そう、ルック車。多分カーボンじゃないかな、ルックだと。勝手なイメージだと。そうそう、 LOOK のルック車です。いや、どっちしたって一緒か。今のは自転車に詳しくない人のために一応説明しておくと、あの、マウンテンバイクとかに似た感じだけど、そんなに耐久性がないホームセンターで売ってる1万円ぐらいのマウンテンバイクルック車っていうのと、あとあれフランスなんでしたっけ、あの LOOK って綴りのルックっていう、あの結構有名なメーカーの自転車をかけていったわけなんですよ。ん？フルクスとは、あ、私の方か。私のは見た目本当ルック車ですからね。その安い方の。こんなこといちいち解説するのは自転車のことを知ってる人にとってはイラッとくると思いますけど、念のため。まあ、それ言ったらさっきからのパーツの話も言わなきゃダメですね。そう、私の自転車はかなり安そうに見えるみたいです。自分で見てもよくわかんないんですけどね。矢部八幡はどこにあるんですかね。矢部って確か駅、横浜線沿いのあの、あれ、矢部って駅はあれどこだっけ。矢部って駅ありましたよね、横浜線って。横浜線前ず走っときながら、なんで覚えてないんだろう。相原も忘れてたし。浜はなんかありましたね。おお、値札これ実は今500円ってまだ貼ってありますけどね、サドルの裏に。チタン、あのメンテ全然しない人間にとっては、あのそれ以上錆びないチタンはいいかもしれないですね。相模原の町田よりがやべでしたっけ。やべですね。お、顔でっかいな、あの犬。晴れてきた。あ、町田市の中にあるんですか、やべ。ってことはもう過ぎてますね、多分そろそろ。さすがに一駅以上来ましたよね。淵野辺。晴れると、あ、でもまた曇ってきた。ん？注意された？あ、自転車が来てるからってさっきのお父さんが女の子に言ってた時ですね。
ベテランとつもの。幼稚園で自転車乗ってるってのは、感謝諏訪神社。おお。右岸が。そうですね。おお。今の誰向かって吠えてるのかな。前走ってる人は知り合いです。車止め、ああそうですね。休憩してください。いや別にそんな走ってる間はずっとイベントがあるわけじゃないので。まだ吠えてますね。追い出された。でも最近しばらく追い出すとかなかったはずですけどね。この間小川町で富士山登った時なんかは、確かにあれはなんか山の中をやぶこぎしたから、その人が来てたのも分かるんですけどね。近所走ってる分にはそんなに急に人は増えてないと思いますけど、結構わたわたしてますね。今日は暖かいです。指切りで大丈夫。こんにちは。おお。道道まだ道、確かもっと細いところがあったんじゃなかったかな、こっち。この左岸側は。あ、すいません。おはようございます。遅いな遅いな。天気いいです。ガリガリ君早い。あ、もう線越えで、線越えって、あ、ま、そうか、しばらくチクラの話が 出ないから忘れてたけど、やっぱチクラにまだ出てるのか。来ました、やべえ。コミゲンでやったらチクラは乗らないんですけどね、確か。月間さ、3、400キロも走ってないな。あそこもいたから、あ、いたからか。みちゃん的な。この道は帰ってください。それもひどいな。チクランから来る人すべて悪人みたいに扱うのもあれですけど、よくゼニーって言ったらあれかな、カプコンのロストワールドに出てきた通貨単位かな、ゼニー。ロストワールドに限らないか。あ、昼食まだ何も考えてないです。今日はまあ本当に白山湖に登り始めない限りは、そこそこ街なんかばっかりだと思うんで、ケマニア。私はゲーメストを読んでた口なんで、服を買う、あなたってエッチねっていう風に店員さんが言うアイテムですねっていうだけなんでしたっけ。買っても何も起きなくて、あの頃の、ん？今ここ？あ、今ここ経由ってのもあるな。そう、年齢層高すぎ、ツイッター見ていただくと分かるんですけど、そう、あの頃カプコンのゲームは大体ゼニーでしたっけ。あの頃のカプコンのドット絵は大体同じような傾向ありますよね。クリスタルの表現とか結構多い。インド人を、あ、すいません。そう、インド人の右にはハンドルを右にの誤植ですね。写植の人が原稿の字が汚すぎて、ハンドルっていう字をインド人にしてしまったんですよ、確か。あと飛び込んで大パンチを飛び込んで大ピンチにしてしまったりしてるんですよね。さすがに大ピンチ大パンチわざとじゃないかって少し思うんですけど、
伝説の五色ですよね。うん、あ、GoPro。 今日は GoPro って文字列言ってたかな。そう、構成ですね。あ、すいません。あれ、もっと狭いとこなかったかな。これよりもっとひどいとこあったような記憶があるんですけど。よいしょ、やった。あ、こさせるサイトが字の汚さ、そう、私は自覚ありますよ。決して自分の字の汚さを忘れてるわけではないです。ん、何走りますか。そうだ、本名もそろそろ秘密した方がいいのかな。おお、うん、ワクワクしますね。しかさ、よくこれで走ってるな。これ、いや、どんどん悪くなる一方だったと思います。境川は上流の方はもう全然道整備されてないんで、いや、私が頭に何かつけてるのはみんな気づいてるはずです。波動さん、今日の私の見た目どうですか。目立ちますよね。恥ずかしいっていうのはもう大体ないんですけど、人をビビらせてしまうのはちょっと嫌だな。おお、今の装備なかなかすごいな。あ、ここ舗装に戻ってますね。いや、ロボットっていうか、これ多分昨日もそう見られたんじゃないかと思うんですけど、テレビの芸人がテレビの収録やってんじゃないかっていうふうに思われる可能性があるかなと。ほら、私南高雪に似てるとか言われるし、またまあそうです。しかもただ出っ張ってるだけじゃなくて、細い枝が出た上にカメラがついてるんで目立つんですよ。石が、ああ、遊びますね。そうそう、そう、メット固定は私結構こだわってるんですけど、本当は もっとこれ軽くしたい。あ、単純にマジックテープというかガムテープ的なものでつけるって言ってもあるか。ああ、そっか、ああ、そっか、ガムテープで無理やりつけるっていうのはあるかもしれない、ありかもしれない。あー、なんかとりあえず平らなとこだけ用意すればできるかもしれないな。テープ、うん、確かに、なんかぶつかったり衝撃加えたら外れるかもしれないですね。そうか、ガムテープ考えてみるかな。で、黒いの布テープだったらそんなに珍奇に見えなくなると思うんで。あ、マジックテープだけだったらちょっと今この放送に使っているウェブカメラはすごく小さくて軽いんで、マジックテープってつけてるんですけど、 GoPro ぐらい 100g ぐらいあったらさすがに振り回すと外れると思うんで、毎回ガムテープで貼り付け直してたら結構いいかもしれない。上からこのべったり失敗するとそうかも。うん、で、今卒業が なんて。そう、私は貧相っていうある人からのんタイラップ、ああそう、タイラップは持ち歩いてるんですけどね。プラスチック製の、なんていうのかな、あ、言われるかな。今マイクのヘッドセット、マイクのところのマイクのところの、マスク生地でぐるっと巻いてるのは黒いマスク買ってきて、若干今黒くなってます。まあ、風防のところが今日波動さんと一緒です。
か思って、いやでも結構ちゃんとここでできそうですからね、想像すると。ただヘルメット側に平らなとこがないんで、それをどう用意するか。でそしたら今のそのハウジング、あの周りの防水ケースがいらなくなって、あとマウントのとこも結構いろいろネジとかついてて重いんで、それが撤廃できるとかなり軽いんですよ。半分近くになるんじゃないかな。ピンク、いいそう。あ、すいません。うわ、でっかい、あの犬でっか、白いでっかい犬を見るとジョリーと言ってしまう世代です。でっかー、ジョリーだ、絶対ジョリーだ。あ、マグネット、なんて言ったかな、なんとか磁石、なんとか磁石、フェライト磁石じゃないやつ。うん、そうね、現状、うわ、ジョリー特注 OGK のやつはあるんですけどね。昨日あのすれ違った人がイノーっていう、GPS ロガー兼ビデオカメラ頭につけてたんですけど、それのマウントが、純正のマウントが存在するヘルメットありますね。そう、走れジョリーのやつ。自分からこんな古いネタ振っときながら、すいませんでもないもんですね。こっちは完結。あー、どうでしたっけ、中身よく覚えてないな。あ、ネオジム磁石か、そっか、磁力で、あー、そっか、ネオジム磁石でしたっけ。そうそう、なんかそんな感じの名前の、あの超強力な磁石らしいやつ。町田街道、そうですね、この辺りになってくるとそうかもしれない。まあ行けるとこまでですね。途中から町田街道移りますか。ねえ、ん、北に行って越えない。ああ、尾根緑道ですかね。あ、猫だ、さすがのバランス感覚。プッチの分、誰プッチ、あー、降りないで写真撮るまでちょっと待って。いや、さすがのバランス。あ、ニルスも懐かしいですね。ニルス好きでした。なんか買うだ、外部の人が革靴を買う、じゃない、木の靴を買ってくれないと、木の靴じゃない、まあ普通の靴か、靴を買ってくれないと、なんか街の、なんか凍結されてる街があって、外から人が来ると動き出して、その人が何か買ってくれると呪いが解けるんでしたっけ、違ったかな、なんかそんな話があったような記憶があるんですけどね。ニルスの不思議な旅っていう大昔のアニメ、テーマ曲ゴダイゴが歌ってた。うん、お城がまあ確かに2文字合ってるけど、そう、ガンダーラの人たちが歌ってました。コセントコイン、なんかそんなんでしたっけ。そうですね、 NHK アニメ途中から、あ、そうなんでしたっけ。そう、ガチョウと旅するやつです。ガチョウのくせになぜか飛べる。ガチョウの名前は忘れた。ガチョウの名前なんだっけ、なんかモーガンみたいな名前じゃなかったかな。モーガンじゃないか、なんだっけ。うん、ガチョウと、あ、そうそうそう、あ、モルデンでしたっけ。キャロとハムスターですよね、あれ原作。そうなのか、知らなかった。ハムスターみたいなやつで、ハムスターだっけ。
近が30歳、私は40歳で、モルデン、スボーゴさんはあのマイティーボンジャックだかなんだったかの定価のゲームに曲が使われてたな。モルダはすぐ疲れのせいに原作に、あ、サザエさんの花澤さんもテレビオンリーなんですか。花澤さん、花澤さんじゃない方の女子はなんだっけな。あ、この辺りちょっと女川沿いっぽいな。あ、コナン本当に面白かったですね。かおりちゃんでしたっけ。なんか名前だけだったり名字だけだったり。早川さん、あれ早川さんはヒロインの横にいる人じゃなかったっけ。あ、そう、今日はん、あ、堀川君知らないです。今日はもうちょっとあの、あ、そうそう、 UFO タイムシフトというかあの GoPro の映像に映ってましたね。あれ何だったんだろう、飛行船かなんかだと思うんですけどね。タイムシフト見たら白い点がずっと映ってた。あ、そう、あれ GoPro じゃない、あの時は普通のウェブカメラの映像だったんだ。あ、 GoPro 用にアンケート画面を再現するJavaScript を昨日組んでて4時までやってました。意外と処理あれいろいろやってみるとですね、めんどくさい。プログラムがだらだら長くなってしまった。あ、タワー境、うん、タワーちゃんそうなんだっけ、うん、まだまだ若い、まね、母さん今日もアンケ、いや、アンケは特にそれほどやるネタがないんですよね。浜さん誰だっけ。とのお隣笹香さんだしな。ん、あ、電波入るかどうかはちょっと今一つ分かんないです。白山湖のところはかなり怪しいですね。オープンソースにするほど立派なプログラムじゃないので、あの勝手に参考にしていただければっていう感じですね。趣味と、あ、そうそう、昨日あの放送中にすでにあのアンケートをどう実装するかっていうのを考えてて、でやってみたらサクッとできたと思ったらいろいろ穴があって、なんかあの配列の持ち方変えたり、いろいろとあの手こずってたり4時になってしまいました。まあ最終的には多分できたと思うんで、で昨日の夜寝る前に PC 上でそれを再生するようにセットして録画して寝て、今朝起きてみたらなぜか途中で止まってました。途中で止まってまた勝手に動き出してた。あれは何だったんだろう。おお、あ、子ガモが鳴いてる、珍しい。こんな鳴き方するのか、聞こえますか。あ、鳴き止んだ。なんかピョウとかヒョウとか鳴いてましたね。あの、コガモっていう小さいカモです。コガモっていう名前の種類のカモ。あ、また鳴いてる。子ガモが鳴いてるの初めて聞きました。ピョウヒョウとか言ってましたね。あのカモほとんど鳴いてるとこ見たことないですよね。おっさんの口笛。一人でやってるとしたらすごいですよ、複数聞こえたから。流れにカモの泳いでるの結構可愛いですよね。時々あの流れに身を任せてぷかぷか浮いてるところがまた可愛い、流されてるところがくわくわ。あ、ヒトリガモってどんなやつだったかな。名前は聞いたことあるんですけどどれか分かってない。何番
Z さん、あ、前いるのは秦野さんです。振り向きが今日山道あります。今日はその鎌倉古道って書いてるのが鎌倉とは全然違うところなんですけど、そこはあの山道というかあのトレイルらしいです。荷物頭が厚黄色で眉間がクリーム色、あれどれだ、左側ってその辺にいますかね、普段見ないですよねそういうの。あ、はい、向こうに見えてる山があまり雪ないですね。あ、でもこの辺り日陰、確かに日陰はでもなんか山の方にあんまりないですね、雪が思ったより。ヤビツはまだ真っ白。あ、真っ白ん、何言ってきました。雪降った次の週かなんか、はい、山の方に、はい、あ、すごいことに。登れないあ、本当に通れないぐらいだったんですか。一応あの除雪はされてるんで通れるんですけど。ええ。凍ってて。あ、自転車だと滑ってちょっといけないっていう。はい、あ、これはどっちも砂利みたいですね。じゃあ行きますか。てかそろそろ町田街道出るか。まだ雪結構残ってますね。川沿いもうそろそろ町田街道に移った方がいいかなと思ってます。境川の上流の方はもうあまりちゃんと舗装されてるとこないんで。あ、雪残ってますね。これずっと影になってるからですね。喋ってありがとうございます。そう、結構コメント耳元で読み上げが走ると人と喋ってる時によく聞こえなくなるんですよね。あの音としてはなんか聞こえてるけど、それをなんか言葉として識別するのが妙に難しくなる。モバイルどのぐらいできるんですかね。 iPhone ぐらいだったらなんとか賄えるかな。でも iPhone 賄えて、で iPhone だけで放送が完結できるようになれば、ん？ピークで左折して、あ、相原駅のとこの話ですかね。もう少し先ですよね、相原、あの橋本のあたりは。自転車で充電は確かありますね。アンドロイド本当になんか右が言語耳、じゃあ私左だからだ、左塞がれてるわけだから大丈夫なはずなのか。でもなんとなくあの右脳がそういう言葉とか国語的なとこを司ってるんじゃないんでしたっけ。で、右脳につながってるのは左側半分っていうじゃなかったかな。うん、太陽電池はちょっと無理だと思いますね。まあでも本当にデバイス側がものすごい省電力になったら可能かもしれない。佐野ですかね。あ、でも佐野ってことはやっぱり大丈夫のはずなのか。単にベースの能力が低いだけなのかな。ん？感性が右脳、感性かな。お、
まだ行けるか。本能が、ちょっと待ってください。どっちから行ったらいいかな。iPhone で何時間も。あ、モバイルブースター。松田街道出ますかね。で、どうやって出られるかよく分かってないですけど。横丁橋。ヘアピンカーブ？あったかな。ああ、でもこういうとこいいですよね。左右、対称？あ、これ何？再び。今度は大丈夫だよな。今、北に向かって、太陽の向きからしても北に向かってて間違いないはず。あ、ジョギングしてないです。スポーツ全然してないんですよ。もう昼、まだ待ってないじゃないですか。自炊道具持ってきてないのでどうするかですね。おにぎり食べるかどっか店行くか。店行くとちょっと放送をやめる可能性が高いので、特に今このヘルメットに仰々しいカメラつけてるんで店の許可得られる可能性が減ってると思います。今私の見た目は。名物ってあったっけ？松田街道狭いっていうのは、この先の話かな？職質、そう、職質の可能性も上がってると思いますね。コンビニあんまないですかね？そう、上流ぐにゃぐにゃしてますね。で、道もあやふやになってくる。いや、それでもいいですよね。ドッキリカメラじゃないです、じゃないです。全く世紀末の女を見たら女だって言って騒ぐモヒカみたいな反応しちゃダメですよ。山梨そうなんですか。そうかな。お、レムさんいらっしゃいませ。例えば世紀末救世主伝説的な世界で、相原駅の横に、ああスーパーか。そういえば前も花田さんと一緒に弁当食ったことあるな。あれ何公園だったっけ、武蔵野線走ってる時。暑くて死にそうだったあの時は。で、花野さんもあの時暑さにやられてて、あとあの時は牛乳1リットル買ったら飲みきれなくて気持ち悪くなったことありますね。サイクリングはずっと乗ってれば痩せると思います。週に1回走るか走らないかだと全然関係ないと思います。毎日例えば通勤とか通学で1駅分歩くようにするっていうのは本当に効果ありますよ。前私はそれで10キロ痩せました。関西も後ろです。1リットル暑くて喉乾いたから飲めるかなと思ったんですけど、そんなことはなかった。細綺麗だな。堺市民センター前、電車20キロ以上、私20キロ切りまくってますね。私今でもそんなに痩せてないですよ全然。平均というか太り気味痩せ気味の中間地点からちょっと太り気味の方に寄ってます。ちょっとじゃないかもしれない。168cm、64kg。 なんでもそうですね。
1秒に1回転、私は回転数もむちゃくちゃ低いです。踏切か、入会しよう。168センチ64キロだと、あのベストの中間地点よりもかなり上の方のはずです。確か 60前後ぐらいですよね、ベスト体重は。168センチぐらいだと、ちょっとこれほど速してもらうか。気づけ、あ、青木院、あ、木岩田さんはやっぱ近いな。普段は大食いってことはないんですけどね。まあちょっと腹が出てるぐらいかな今。そう、今あの前の人は両側からあの子供、赤ちゃんの足がブラブラしてましたね。チョコジャーシン、うん、まあ顔が太んない、確かに顔が痩せてるって言われるんですよね。なんでだろう。一応待つか、一応配信を考慮して。あ、めでたいやつだ、めでたい方の遮断棒。これあれもう横浜線かな今。あ、行き過ぎ、本当だ。あっち側の相原駅に行くにあたってもうちょっと手前から右に曲がなきゃいけなかったんですよ。これかな、これかもしれない。あー、止まってよかった。またミスコースするとこだった。造形大学こっちの方ですね。ん、坂道忍、危ない危ない。こっちの方にしてよかったかな、ちょっとそれてるけどまあいいか。なんか女の子が叫ぶというかなんかうわーって言ってましたね。ニコナビありがとうございます。そう、これ相原はどうなんですかね、町田市かな。相原町って書いてありますけど、これはどの市内。で 3F があって、これ前夏、あ、新しくなってます。今ここが、あ、町田市、ここは、あ、前来た時と一緒ですね、私的には。ここ前あのおみこしの準備してるところに来て、であの横浜線沿い走ってたんで一応八王子まで行って戻ってきたとこでお祭り配信しようと思ったらば、あのポタファイが電池切れしたとこですね。ん、ウザクイズ、あ、そうそうそう。あ、イベントありがとうございます。じゃあ一応相原駅の写真だけ撮って、ん、庄屋、江杉さんと会った駅は箱根ヶ崎駅だったかな。何もこれ反対がどうなんですかね、こっち側しか見たことない。ん、マロさんはじゃないです。マロさんははるか離れたところの人なので、あ、そうか。ん、新型ポタファイってあるんですか。お、ん、回るっていうのはどこですかね。じゃあこっちの多分県道らしい道に出て、で北上してしばらく先から山の中ですね。これ補給食買っといた方がいいか。あ、相原名物ですね、休日土曜日日曜日。コロッケのぬかのぶさんってところ、創業昭和23年、こんなとこあったんだ。コロッケメンチカツ、土日休みってのすごいすごいですね。商売行ってないっていう、土日やってないんですよ。ん、なんちカツ、あ、本当だ。あ、まずいな、どっかどっか
コンビニ近くないかな。なんかどんこどんこ言いながら走ってくる車が、どんこどんこ言いながら通過してた車が、買うとこないですね。ちょっとあのコンビニ検索します。コンビニ駅前にありました。え、あります、あります。あ、 3F ありましたね。そうだ、なんで忘れてんだ。ここから一応補給食買っといたらいいかなと思って。結構おにぎり買っといたらいいかな。ん？コメントで、すいません、聞こえてなかった。 3F の道はこれでよかったかな。うん、3F 普通のコンビニですよね。ガリガリ君は溶けるからって、いや、そういう話じゃない。3F ありましたね。なんでか、あの頭、あ、はい、ん、店の MQ ありがとうございます。近道かと思ったらそんなことはなかった。また行き止まりチェックしてしまった。稲子料理あるのかな。でも稲子って、あの稲の子供の稲子っていうのもありますからね。稲子峠っていうのも親戚。神奈川県、あの湯河原とかでもよく見たことありますね。小田原方面、稲子なんか庭に、そうですよね、静かなとこだと。じゃあこれでちょっと、じゃあ買い物してくるのでしばらくお待ちください。よっと、よっと、黒いカバー。
という感じです。そう、体に気を使っている気分になれる、その通り。なんとかとりあえずも補給食だけしとこうと思って。昼はまた、お昼は食屋さんいらっしゃいませ、後でも食べられるかなと思って。ラッチパック安売りしてるときあるのか。そう、豆乳かつおしるこっていう、なんか謎の紙パック飲料があったんで、昼食栽培にするって、どう栽培するんだろう。電子機器的にサイボーグ食とかじゃなくて、とりあえず豆乳は、おしるこはデザートですね。配信はですね、ウエストバッグの中に小さいノートパソコン入れて、で、そこから USB ケーブルを延長して、ヘルメットの上にウェブカメラくっつけてます。それを客観的に離れたところから映す方法がないんですよね、今。あ、そうか、自転車車載配信の装備忘れてた。自転車車載配信の装備で検索すると、私の機材紹介のページが出てくるようになっております。背が高く、それはカメラが若干目線よりも5センチ、10センチぐらい高いのかな。自転車、はいはい、そう、そんな感じです。完全に無線にできたら楽なんですけどね。じゃあ行きますか。グローブに穴が、通気性よくしてます。あ、カメラの傾き大丈夫ですかね。できるだけ左傾かないように気をつけてるつもりなんですけど。ん、惣菜屋、ザクみたいにこんな感じ。荷物はまだ今日は少ない方です。あ、消火が、パソコンのマウスはそこそこですね。私が使ってるのはロジクールの G6 だかなんだかって名前の、だいたいどんな平面でも、かなりどんな平面でもマウスがちゃんと動かせるやつです。で、 iPhone 配信だと、あれ手で持つ以外に方法あるんですかね。片手で持ってたとちょっとあまりにも怖いかなと思って、まあ、いつもながら人のこと言えないですけどね。ヘッドセットはこれ昔使ってたやつよりは変わってます。そうです、4種類比較してやってみたら音質が全然違ってたんで、カプラ、あ、この辺りかな、もしかして。まだか、もうしばらく先ですね。あ、そうだ、あそこのトンネルの上だ。そしていい感じに静かになってきた。こんにちは。ヘルメット、フルフェイスというか、バイク用のヘルメットだったら、この GoPro の重さも気にならなくなると思うんですよね。全部が重くなって、かっこいいか。こんにちは。造形台の裏の山の中で、あ、でも日があまり当たらなくて寒いかな。あと雪がどのぐらい残ってるか、そう、かなり出っ張ってます。静かですね、ここ。そう、ちょんまげマウント、トノサマウント、ん、鳥の形。昼寝は、そう、結構カメラ目立ちますよ、特に GoPro が。でも圧倒的に今までよりも高画質で映像が残せるので、そこだけ魅力なんですよね。タイムシフト録画して後に残してたんですけど、今まで、でこれからもしばらくそうすると思いますけど、鎌倉古道っていうところの一部です。ここから今から走ろうとしてるのは、あ、この道はあれだ、馬が外見てたとこだ。
そう、前そこから馬が外見てたんですよ、白い馬が。そうそう、横浜線沿い走った時、ここでなんか外見て黄昏れてる馬がいた。モーバーン乗車クラブ、あ、左折ですね。お昼はとりあえずランチパック。あ、初見の人いらっしゃいませ。今日馬外出てないですね。前走った時あれは夏でしたよね。ん？どこ走ってるので？すいません、また聞き逃した。あ、ここか。ここだ。スケープさんも。どれだ？あ、ウェブカメラの。あ、こっち？わかんないですけど。あ、これっぽいですね。何の標識もないんで、なんとか。ちょっと一応地図で。あ、これだ。おお、初っ端から結構なもんですね。波動さん、これはかなり頑張ります。どこまで行けるかかどうな。かわかんないですけど。じゃあちょっとギア落として行ってみましょう。よいしょ。よいしょ。ちょっとダメだ。ギアが。いや。ここです。あ、そうか。ご存知の方いらっしゃいましたね。なんかウェイウェイって聞こえたけど。あ、電波がちょっとわかんないですね。でもダメでも私は録画できてるから平気。ロードどうかなこれ。あ、滑りやすい。ロードどうですかこれは。ハドさん今走ってきてますよ。うわっと、いや、ちょっとこれロード無理でしょう。ゆっくり、よくグリップしてますね。ちょっと前走ってもらおうかな、様子を見てもらうために。じゃあちょっと、あ、やっぱそうなりますよね。ちょっとギアもう一個落としで、よいしょ。お、こんにちは。なんと、お、レフティ。あ、しまった、写真撮り損ねた。まあ GoPro から切り出したらいいか。 ガチの人たちでした。やっぱメジャーなのかここ。で、タイヤは明らかに2インチ以上ありましたね。2. 何インチか。よいしょ。マウンテンバイカーと、ムトベアって呼びますけどね。マウンテンバイカー。よいしょ、あった。よいしょ、やった。何キロ？ 10 キロは切ってるんじゃないですかね。どうだろう。5キロもない、嘘つけ。それは嘘だ。それ5キロもないって言われてますよ。それは5キロもないって言われてますよ、その重さ。あ、10キロ超えてるんですね。11、8の間、あ、そのもんでしょうね。というわけで、取れることが確定した、さっきので。10キロ片手で5キロ切るのは、今はもろさ的にどうなんでしょうね。お、ですね、どっちだ。 いきなりわからない。とりあえず行ってみようかな。こっちっぽいですよね。ああ、でも、いいとこですね。電車散歩。まあ、それもあります。確かにそれもある。
そう、地図載ってないんですよ、ここで。あのルートラボの最近できた、あの、なんだっけ、何とかから何とかから地図を調べるベータ版っていうやつで、この近くをポイントして、あの出てくるルートを次々あの20件ずつ見てたらですね、何件か見つかるんですよ。やった。あー、でも暖かくていいな。がっ、滑る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 。うわ、ん、南野に出る。あー、でもいいな。あ、そこそこ整備されてますね。いや、モンテバイク持ってると楽しいかもって今ハドさんが言ったってことは、今ハドさんはそんな楽しくないですですね。ロードのタイヤだとちょっと足元取られそうですね。右側は何の枯れた池なのかな。ほら、ちゃんとあのガードがある下り。ああ、侍、そう、侍です、武士道。あ、コーヒーはかしていいですね。脱線でよかった。あ、 Z さんも結構あの私の被害に遭ってますよね。まあ一緒に歩いたりしてますけど、この間あのどこだっけ、あの狭山のあたりでしたよね。クロスバイク、あ、一応これ私のマウンテンバイクですけど、まあ同じようなもんですね。モンハン、モンスターハンター、ルイガノは結構全種類出してますよね。この間はゲーム配信やってる人がルイガノのなんかロードバイク買ってましたね。ロードバイクだったかな。あ、確かクロスバイクだ、あれフラットバーロードかなんかだ。お、いい感じになってきた。ちょっと景色が、あー、さすが尾根道、ちょっと景色が開けて元気。うん、まあ、うわっ、今いきなりあの完全にずるーっと滑ってびっくりした。おお、いいですね。で、この真新しい工場は何？工場かな？あ、そうだ。七国峠はどこだったんだろう？まだですよね、きっと。いいですね。真新しいあの工場みたいな工場だと思うんですけど。あれ、どこですかね？何にも書いてない。あ、開発センター。足元本当に今滑りました。あ、まだ先ですね。もっと悪くなった。見えるのは八王子ですか？はい、そごう、そごう、あっちが八王子ん？日本、あ、何県、そごうどこに見えてますか今？あの右側の大きいビルの右側に、あの赤い字で書いてあるやつですか？そうそう、あそこが、向きって言ってたら、あ、そうですね、八王子方向ですね、北の方だし、あっちが八王子のはず。あ、そこ、あそこ閉店したんですかね。おお。で、これ確かこの北区が全部ニュータウンだったはずです。地図だとあの造成中になってたりするところ。家新しいですね、まあ、そこの。ああ、そうですね、この工場本当新しいな。すみません、この工場のなんたら研究所らしいんですけど、読み上げ聞き損ねた。で、道はもっと悪くなるそうです。なるほど。あ、ちょっと閉店したばかり南の進行順。あ、なんかプツプツ、私もなんかさ聞こえてたな。電波ですかね。おっと、
イオンサティ。おお、いい気なかった。ああ、本当に暖かい。これ落ち葉あるけど下は結構滑るみたいですね。うわ、ちょっとやっぱ滑る。ていうかこの泥大丈夫ですか？泥だらけです。えらいことになってますね。落ち葉があるけど結構すぐ下が泥だからタイヤ泥だらけになって、これはどうしようかな。私はこれを歩いた方がいいな。これは歩いた方がいいですね。さっきの人たちはこれ明らかにあのノンブレーキで下りますね。年々。いや今日はちゃんとほら予告してるし、乗らない。ロードはどれでブレーキか。ああ、うん、ネガティブに。まあ今日はこれ分かってますからね。私はおのじゃない、あの押して歩くことも辞さないつもりで来たんで、平気の平左衛門です。ここ乗って下ったら私は滑りこける可能性かなり高いな。うん、四国峠から四国見えるはずですよ。おお、下りは、うん、まああのそういう目的じゃなければ、この前の山相談に比べたらどうかな。あ、七国じゃなくて七国なんですか。七国峠。おお、あ、見晴らしないですか。一応なんか標高的には高そうなとこなんですけどね。おお、この辺り道が傾いてます、全般的に。向こうからおばちゃんの話し声が聞こえる。ん、見えないですね。スライディング見せられない。タイヤは 1.5 インチです。あの前後ろとも種類は今前後で違うんですけどね。なんか、いや何にもないですよ。何もないところからおばちゃんの声が聞こえる。いや、おばちゃんじゃなかったらどうしよう。タチミ本当ですか。あ、なんかそこで小さな公園みたいなのベンチがいくつかあって、そこでお昼食べてるみたいですね。ちょっとあれも証拠写真撮っとこう。隠し撮り。よし。なんかマダムがお弁当食べに来てるみたいですね。でもなんであんなとこに公園が。お母さんが入院してる？あ、ちょっとこれ、今歩きも結構やばいです。歩きも滑る。うわ、こんなとこさっきの人たち乗って走れたのかな。マウンテンバイクってすごいな。一言だけど、今 SPD 靴の中もかなり泥が詰まったと思います。歩いてるから。お、いらっしゃいませ。千葉市からか。イーティング。うお、これしか道ないですよね。これですよね。滑る。こんなとこさっきのマウンテンバイク本当に走れたんですかね。すごいな。そんなに走破性が違うとは。でもこっちもマウンテンバイクなんだけど。ああ、でも歩くとしたらかなりいいとこですね。さっきの人たちすげーって、怖っ。滑りやすいとこってこういうところか。これは結構怖いですね。そこにあのロープ渡してあるんですけど、軽く滑り抜けますよこんなもん。ほとんど意味ないですねこのロープ。このロープほら、だってあの下がフルもうオープンしてるから。怖い。いや、とこの辺りが、あ、じゃあここ抜ければ大丈夫なんですね。ありがとうございます。怖っ。この荷物積んだマウンテンバイクだからって一応言い訳させてもらいますけど、機動性がかなり悪いですから。今のところマウンテンバイクでさっと行けるんですかね。怖いな。
かけると今のところ本当に滑ったら下まで行ったかもしれないです。まあ死なないでしょうけどね。じゃあちょっと私は少し乗らせてもらって、回している人が、ああこれどっち、こっちか、30、どう、どう、怖い怖い怖い、ん、あ、あれ階段がある。あー、ここもさ、またあ、濡れてなければ、そうか、乾いてれば結構いいですね。いいですねというか分かんないけどいいんでしょうね。あ、押し歩きですよね、やっぱですよね。やっぱそうですよね。あ、本当だ。多分コメントでも教えてもらってたと思うんですけど、日水の工場でした。冷凍食品のあれですよね、日水。あのロゴが見える、新しい。で、そこの町も新しい。さて、じゃあ四国峠まではあと山に入ってからの距離で言うと、あれ？ん？まだ半分も来てない？もしかしてまだ半分来てない？まだ3分の1ぐらいか。まだまだ楽しめますね。よし、頑張ろう。七国、あ、私また七国って言いましたっけ。七国。ん？山道14。ちょっと、よっと。またヘルメットがぐらついてきた。うん。水の、あ、ちゃんぽん出してましたっけ。いい、ちょっと今ヘルメットの顎紐を。よいしょ。これでよし。カメラの傾きどうでしょうか。左傾いてたらまた直します。ん、ニューネッシーソード、アイス工房、あのラテですよね。おお意外とアップダウン結構あるんですね。雲ちょっとここは少し、あ、だめだ、全然勢いつけられなかった。あ、それそれそれ、ダメだ。ラッテのとこ出るんですかね、これ。こんな状態全然グリップしないです。ラッテで、いやー、どうかな。でも食べてもいいな。結構アップダウン激しいですね。うおー、ちょっと待った。どっちなのか、まっすぐなのか。まあ、まっすぐでしょうね。多分下でしょうね。一応なんか GPS 的にはまっすぐに見える。違ってたら痛いですね。おお。これあの GoPro の映像としてこれどうなんだろう。マウンテンバイク乗っててこういうダウンヒルのに絶好の場所でそろそろ押し歩きしてる GoPro の映像ってのはめったにないんじゃないかな。だいたい GoPro ってあのエクストリーム系であのすごい映像ばっかりなんで、逆にこういう映像は新鮮なんじゃないかな。うわ、あ、これで、 ありがとうございます。アップダウンすげえ。あ、そう、水中でも撮れるやつです。何これ、階段がこれ、まあ今歩いてますけどね。エクストリームノットエクストリーム、結構階段多いですね。都外人にあのジャパニーズがチキンサイクリングしてるっていう。
システマ。なんすかそのシステマみたいなのは。これ階段避けていけるのかな。ん？違った意味のビル。あ、車あそこ走ってる。あ、道なり了解です。あ、あっちか。こっちじゃなくてあっちか。あ、初見さんいらっしゃいます。ブライビーチはよく言われますね。山道を越えたら、歩いたり走ったりしてると。ちょっと軽く階段があって、あれ、道なりは どれだ。道なりはよっ。看板？右のその階段の先に。あ、ここですか。あ、本当だ。七国峠、大日堂経由、アイス工房ラッテ。ていうか、ラッテの看板こんなとこにあんのか。一回行ったことあるんですけど、こんなとこ看板立てて。私も一遍行ったことあって、なんだっけな、ミルフィーユアイスを食ったことあります。パイ生地がちょっと混ざってて。あ、ネットワークが切れた。ちょっとお待ちを。ログアウトしましたって言われました。おお、これは電波じゃなくて、ポタファイ切れるには早すぎるけどな。ポタファイが、あ、切れてる。電池がへたってきてる。とりあえず指はいろいろ持ってきたので。よっと。早かったな。今日9時から、9時半頃家出てきたんで。放送10時スタートぐらいでした。ねえ、早すぎるな。相当下手ってる。今2時間半ぐらい。今12時半です。そうですね。少なくとも 4,5 時間持ったはずなんですけど、いや、どうだっけ、違ったかな。で、これで繋がるまでが30秒ぐらい。1分ぐらいかな。うわ、泥がすごい。こっちの方のタイヤが太いから、泥の保持力が大きいですよ。なんかミスタードーナツみたいになってる。まだ繋がらないか。で、こうやってる間も、GoPro の録画と音は取れてるんですよ。放送だけ切れてる状態。まだ来ないな。お、来た。時間的にはこれであと4時間、5時間はないぐらいか、日暮れまで。よし。あ、これよし。
Wi-Fi が電池切れでした。で、LE がつながらない。もう一度。ああ、ダメだ。0480、合ってる合ってる。しばらくこれでいっか。ああ、あ、あれ言ってない。調子悪くなったな。さっき調子良かったのに。あ、いった。あ、あ、今これでいってますね。FMLE がつながらないんで通常発信にしました。お待たせしました。で、またなんか左傾いてますね。ヘルメットの向きが。アイスコーブをらって、カクカクですね。ちょっとしばらくしてからまた FMLE に反省、すいません。しばらくしたらまた FMLE 接続試してみます。まあ GoPro で撮れてるし、なんか GoPro で撮れてたら何でもいい気がしてきた。とりあえず放送のクオリティはなんかあまりこだわらなくなってきたな。じゃあ続き走りたいんですけど、今タイヤがこの状態です。えらいことになってます。やけですね。なんか繋がらなくなるんですよね。プライマリーサーバーエラーって言って、FMLE がストリーミング先のサーバーにストリームする先に繋がらなくなってる。コメントすいません。じゃあ続きいきます。タイヤがえらいことに、波動さんまだタイヤ細いからそんなに絡みついてないんですけど、私の方もすっごく絡みやすいので、あ、整備されてます？やった。これ耕したら本当は良くないですよね。道がえぐれてしまう。やった。ああ、確かこの辺り結構いいですね。トンソン掃除もしないだろうな。懐かしの通常配信ですね。FMLE じゃないやつ。なんでこれ繋がらなくなるのかな。ん？あ、写真投稿。ストリートビューじゃなくてポイントポイントで。ん？そろそろ何を？あ、白いの雪です。私は担いでないですけど、波動さんは担いでます。まだまだ全然進んでないですね。泥落とし。あ、写真そうですね。あ、さっきのところ
まあいいや、GoPro から切り出せば。とりあえず写真撮ってなくても、 GoPro が撮れてれば、あの携帯写真クラスの写真にはなるので、ちょっとじゃあまた足してみよう。銀鱗部隊、マレーシアでしたよね。おっとっとっと、ああ綺麗。でも歩いてる人いませんね。ここはマウンテンバイカーは先通過したけど、動く、滑った。またちんですね。施設が、あ、うわ、ダメだ、滑って、もう進めなくなった。ん、ネローさん近くにいます。ネローさんの自転車的にはどうなんだろうな、こういうところは。おお、ここもなかなかいいですね。なんであのコメントで昨日紹介されたので、で調べてみたらこういうとこだ、こういうとこでした。でそういうとこもいいかなと思って散歩。ああ歩きの人どうですかね。さっきからなんか語尾が少しなんか変に訛ってるような語尾になりかけてる。なんかそうだすねとか、やっぱあれですね、東北っぽくなるのは、喋りにくい、寒くて喋りにくい時なんかに喋りやすい方に流れるとそうなるんですかね。視聴者が、あ、こういう道がですね、もう私的にも、あの面白いところではあるんで、黒糖のどこ行ってんだろう。わあ、うん、あ、林道で、ここはさすがに乗って下れるかな。私は花野さんはずっと担いでると思うけど、今後ろで、おお、うわ、あと今なんと鎌倉古道らしい看板がかかったな。せっかく勢いつけたけど、見てみるか。無理して、そうですね、何回も看板ありましたね。なんとか古道って書いてあった。鎌倉古道じゃなくて、なんとか国古道、七国古道って書いてあったかな、説ですよね。あれ、あそこだ。そう、これが古道、鎌倉古道のはずです。あ、七国古道って書いてある。なんかやったら小さく矢印が書き足してある。古道、蓋がしてありますね。腐らないようにかな、これ。水が、あ、雨が染み込んで腐らないようにかな。七国ですね、七国。そろそろ覚え始めた、七国。うわ、ズボンも結構泥だらけになってきた。おお、あ、スザク寺っていう文字列も確か検索したらあった。スザクの道、赤いスズメの道ですね。あ、合流ってここ鎌倉古道じゃないんですか、まだ。ああ、つい降りたくなりますね、こういうところ。花野さん的には今かなりこっちは。舗装路が先に見えますから、ね。でも花野さんはこれ、こっちに行って合流してもいいんじゃないですかね。あんまりひどいようだったら。そうですね。ええ。こっから降りるとどこに降りるんだ？降りて、左って、右手に山見ながらずっと行って山回り込んできたら合流するのかな。あ、でも今ここが見られないと厳しいですね。あ、見れますよ。あ、大丈夫ですか。だったらこの中相原会館っていうあたりの町田街道沿いのとこで、そうですね、合流してもいいですね。ん？相原中央公園で待ち合わせ。中央公園ってどこだろう。タイヤやばいです。相原中央公園どこだろう。
相原十字路の近くですかね、中央公園っていうのは。まあ十字路でいいですかね。私はこの先、まあ、ここですよね。ん？あ、今ここです。で、私は今こっち向かってて、これを降りるとこっちにこう降りていくんですよ。で、こうぐるっと回り込んで松田街道出たらこっちに行ったら、そうですね、ええ、ん？左手に公園がある？進行方向左手っていうのは どこのルート、どの辺りなのかな。まあ、とりあえずこの、相原十字路で。そうですね。ええ、じゃあこっち行きます。ええ、じゃあまた後で。だいぶかかると思いますけどね。あ、大丈夫。ええ。というわけで、でかい公園、なんか地図だとパッと出ないんですよね。じゃあ、というわけで、秦野さんを追っ払ったところで、でも実際あれかなり、これ何キロあるんだっけ、トータル。はい、残、ヘイの、よっと。おっぱらイベントありがとうございます。そばに気をつけた方がいいですね。あ、そうだ、でも昼もどっかで食べたいんだったな。あ、そうか、アイス工房、アイス工房どこになるんだったかな。昼アイスで甘いもんだけで稼働するわけですね、一日。ああ、ん？高尾山。高尾山って普通の高尾山みたいな、すいません。あ、でもこの先なんかいいですね。ぼ、おお。でも七国峠までまた登り返すんですよね、これ。あ、この辺りは確かに乗りやすい。でもちょっとでも登るとこれ今うわ、ちょっとまた滑るな、滑らん、こんだけも登れない。勢いつけてればいけたかもしれないですね。よし。ん？三角って今ありました？おお。そう、溝が今土で完全に埋まってます。GoPro だとでもこれ、頭が今ガタガタ結構揺らされてるんで、若干見づらいかもしれないです。ヘルメットがどうしても紐が緩んでくるな。GoPro 頭につけてると。おお、あ、ブロックじゃないです、ほぼ完全なスリックです。後ろがミシュランのマラソンってやつで、マラソンの 1.5 インチ、前が T サーブの 1.5 インチ。 T サーブってパナレーサーの T サーブ。あ、タヌキとか見たいですね。生タヌキは1回しか見たことない、なぜか家の近所で。ちょっと待ってください。あ、あれ、私はミシュランって言いましたっけ、シュワルベマラソンですね。そうですね。イノシシも、生イノシシは、野生イノシシは1回しか見たことない。あれはどこだったっけ、なんとか6号って駅じゃなかったかな。あそこは何のサイクリングの時に通ったんだったっけ。ダメだ、あそこのイノシシの後ろ姿のシーンしか覚えてない。
あ、もうすぐ7個にですか。イノシシ肉の缶詰は大野山行った時に食べましたね。800円もする缶詰を丸々1個使って野菜炒め作ったっていう。そうそう、缶詰でなんか獅子肉とかいう名前でしたけど、缶詰はどっつ、こんな勾配で滑るのか。お、川口博士、あ、ここか、七国峠着いた。なんか全然高いとこじゃないんですね、本当に。ここは七国峠、ちゃんとあの綴りが、多摩の横浜、多摩の横浜ってローマ字で書いてありますけど、どういう意味ですかね、多摩の横浜。ん、どう見ても多摩の横、あ、違う、多摩の横山だ。ラッテすごいですね。ラッテのメイン顧客がこの歩く人たちってことかな。あ、で本当だ、鎌倉コードの名前が出てきた。よし、あ、歩きの人来た。ラッテすごいですね。峠制覇って全然峠って感じじゃないけど、ラジオ鳴らしながら歩いてくる人が。ちょっとこれ遠目でもう一枚写真撮っときたいですね。よっと、あ、こんにちは。よっと、あ、すいません。よいしょ、勝利のジェラート、そうですね。てかラッテのとこにそのまま出るんでしたっけ。標高かなり低いんじゃないですかね。今だいぶ下ってきた後だった。から自転車を入れた。ああ、それも取っとくかな。一応なかなか滅多に来るとこじゃないんで、そんぐらいやっといてもいいかな。ああ、夏は虫とかも多いだろうし、歩きだったらかなり離れられる。自転車だとちょっとバック難しいんで、これでよし。おお、いい感じ。うう、そばっけ。でもさっきマウンテンバイカーの人がいたから、まあトレイル、シングルトラックっていうのかな、こういうの。ダブルトラックか、このぐらいの広さだったら。ダブルトラックかトリプルトラックか。こんなめちゃくちゃ広いですよね、そのなんたらトラックを走る人にとっては。あ、これシングルですかね。そもそもシングル、ダブルの、ダブルのあの1本分の幅の定義を知らないんですけど、わー、いいなー、笹谷。あ、ダブルトラック、車、うーん、ちょっと厳しいか。じゃあシングルトラックか。こっちの方がよっぽどいい雰囲気ですね、さっきのあの峠のあの定時路のとこより。あー、ちょっと肌野さん、このここまでぐらいだったら来てもらってもよかったかな。あ、 FME もう一遍試しますか、せっかくだから。ちょっと FME 試してみます。 FMLE あじゃあちょっと待ってくださいね。スマホ全然わかりません。 iPhone しか使ってなくてセキュリティソフト入れてないので。じゃあちょっと一旦切れますね。ああ、確かに。ん？これは配信を間違って終了してしまったか。間抜けすぎる。
何やってんだろう。放送の方を間違って放送終了ボタンを押して途切れさせてしまいました。一旦通常枠で再開しよう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。FMLE に切り替えようと思って通常配信をなぜか終了ボタンを押しちゃったんですね。なんで終了ボタンを押したんだっけ。まあでもほら、あの FMLE が完全にこれで復活できるじゃないですか。これで復活できるじゃないですか。あーめんどくせー。次また予約枠復活させますかね。まだまだ時間かかるし。間違って終了ボタンを押してしまいました。間抜けすぎる。やらかしました。まあまあいいか。よし、じゃあ続きやります。ああやれやれ。1時からそうですね、5分前ぐらいに、あイベントありがとうございます。これでまたあれだ、あの新しくあの GoPro の GoPro 映像に重ねる用のコメント再生スクリプトのあの複数枠対応しなきゃいけなくなった。うわめんどくさー。まあいっか、ここいいですよね。できればそこのとこであの昼飯休憩したかったな。昼飯というかの補給食休憩。おなんか変な声が出た今。で右に行くとなんか道に降りるって話でしたよね。ってすごいな、ここ 1,2,3 あ普通の4スタロではあるのか。これはまた味がある。給食一応波動さん待たしてるんで先にそっち行こうかなと思ってるんですけどね。かっこいいなここ。100円でそうですね、ここはいいな。でもいいですね。いやこの道のなんかこの作りというのかな、かっこいいな。このベンチがあって向こう側にはずっとあの落ち葉道が下までまっすぐ見えてて、あ人がまた登ってくる。あそう写真も何枚か。で右側には階段でどっか山の上登る道があって、左はこれどっちだろう、これまさか分岐があるとは思わなかったな。これ右に降りると、あ、相原中央公園方面がこの左に登っていく方か。ただここですね、風が結構通るんですよ。夏はいいかもしれないですけど、今はちょっと寒い。人が来る。あ、二人来るな。じゃあ人に見つかる前に逃げようかな。あ、で、ここは、出羽三山供養塔。出羽三山ってどこだっけな。テント、いや、ここはどうだろう、邪魔になるんじゃないですかね。人が通るのに邪魔にならないんだったら多分問題ないと思うんですけど。じゃあこっちですね、相原中央公園方面。では山形でしたっけ。やった、日本酒、あ、出羽三山っていうのがあるんですかね。ここ夜怖いっていうか私だったら見えないから無理ですね。ん？エロさん来てますか？
前もね、ローさんがなんか来るのかなと思ったら、すぐ近くだけど、たまたまその日に、すぐ近くにいたのは、なんだっけ、日本酒祭りかなんか近くでやってたから、それに来てたんでしたよね。前、あの、霧ヶ峰の近くで。止まった？どう？自転車です。この道でいいかな？ちょっと待ってください。ちょっとルートチェック。あ、いいのかな？ん？違うか？ん？上諏訪の見歩き。これは、道違ったかな？ちょっとお待ちください。見たく、あ、ここは近所の人は下る方、近視の、うん、そうですね。農園に、あー、さっきの右側かな、人が歩いてきてたからやっぱあっちですかね。違う方向に、やっぱそうですよね、農園方面。予定ルートと、 というかどっちがこれ、鎌倉コードなんかよくわかんないですね。じゃあさっき人が来てた方かな。指使い、さっきの右側に降りる方でよかったんですね。しかし結構ここはさっき通ってきたところに比べると綺麗ですね。走りやすい。相模原市かな。まあ大体この辺り全部相模原市ですよね今。うわちょっと全国どんなところ旅行するんでも相模原市の地図があればいいっていう。あ、さっきあの同行してた秦野さんはあの舗装路の方に行ってもらいました。登りは多分終わりじゃないですかね。いや、この後城山ダムに登るんで、そこが今日のメインの登りですね。ただ多分そっちの登り、舗装路の登りよりもこっちのアップダウンの方がきつかったと思います。ちょっとさっきから喉が。あ、こんにちは。はい。そうですね、今日はあの結構泥で滑るから、ええ、さっき向こうから来てこっち来たら道出られますよね。ええ、ちょっと降りてってみます。よっと、ああ綺麗。こっち行ってもすごいですか。わかりました。あ、いや、こっちから来てさっき向こうに行きかけたんですけど、ちょっと違うっぽいんでこっちに、こっちにも相原の方行くね。あ、出られます。うん、あ、ええ、あ、なんかブルーベリー農園とかもあるところってさっき地図出てたんで、ねえ、今度は広い通りがこの車が通ってる通り。あ、町田街道のところですね。町田街道って、あ、じゃない、別ですか。あ、これはね、ええ、だったらね、右こう曲がってグランドの反対の方行けば、ねえ、もう一つこの通りが、ええ、ね、八王子の方から来てる。あ、ですね。これをこう行くと、ここに今度は十字路がある。ここが相原の十字路。あ、相原十字路ですね。あ、そうそう。こっちが町田街道。そう、さっきあの別の人とあのちょ途中で別れてきて、そこでまた合流する予定なんですよ、十字路で。うん、ええ。まあ、まあ、あの、十字路はね、ええ。ここを出たら道を右に行けば、ある？そうですね。あの、火星学院大の回り込んでいく感じですね。うん、回り込んでいくけどね、出るとこはね、少しこっち、火星学院ここのとこに。ええ、で、ちょっと右行って左側に曲がり込んでですね。こう行けばね、火星学院のとこをこう曲がっていけば、トンネルを越して、町田街道へ行かに。あ、トンネルあるんですね。うん、相原の四つ角の、一つ手前の信号へ出る。あ、なるほど。じゃあ、友達と会うためにはこっちに行かなきゃいけないんだ。うん、こっちこう回ってこう行ってもいいよ。ここ上りで坂だけど、これこっち側の道もあるんですかね。なんか山の中通る道もあ
あるようなのがなんか調べたら出てたんですけど。うん、これ狭い道ある。ああ、まあこんな感じの道なんですかね。またそうそう、あ、今度住宅に今度は出て、ある程度は広いけど、中学院のこっちの方に、こう出て回っていけばこの町田街道行けるけど。あ、わかりました、うん、これ行って次払ったら広い通り出たら、右へ曲がってこう行けば、愛波の十字路、うん、ここがねですね、うん、ちょうど真ん中辺へ出るかな、こっち、こっちのこっちのがちょっと遠いかもしれない。ぐーっと戻って行ってようじゃ。わかりました。まあこっちの方がいいのかな。うん、わかりました。グランドのとこじゃないよこれは。ええ。まああの普通の道ですね。ここ行ったらね、グランドがここにあったら、ここに広い通りが一本あって、この通りぶつかったらこれを行ったら火星なんとか台ですね、うん、これをこっち曲がってると、ま、道も曲がってるけどこう行くと、火星学院の時計校で、火星学院のこの、まあ、ここの通りも広いけどね、じゃあ火星学院がここにこうあるこう出る、それでグランドのとこ曲がってこう行くと、火星学院の時計出る。あ、手前にグランドがあるのか、なるほど。ぶつかってこっち見ればここのとこに地図がある、こっち行っても町田街道行ける、こっち行っても町田街道行ける、まあとりあえず町田街道には南で行ったら着きますね。え、南に行ったら、ここ行って第1回目の広い通りに出るけれども、これを今度は右へ曲がって、これでずっと道なり下っていくと、もう一つまた広い通りが出る。でそれがあの火星台あるところですね。ここわかりました、ありがとうございます。じゃあ行ってみます。よいしょ、軍手が、わかりました、ありがとうございます。ちょっと今あの途中で私混乱してきました。あのグラウンドが左、グラウンドから右に回り込むプロセスがあった上で火星なんとか大学が向こうにあるのか。まあ GPS 見ればいいか。あ、あ、また階段がある。で七国峠、相原駅方面、これはラッテの提供じゃないんですね。これさっきあの七国古道って書いてあったやつと同じ看板だ、色とか。でちょっと階段っぽい。よいしょ、どよっとっと、あれ、あ、コメントが流れ始めたってことは止まってたのか。うん、ちゅわあ、木形さん、あ、舗装か出ました。なんかしばらく止まってたみたいですね。1年間幸福にっていうのを今読み上げてます。あ、ネロさん来てます？しばらく止まってたみたいですね。ちょうどあのまっすぐ下るところだけ流れなかったのか。まあ録画できてるしな。あ、復活してないですかね。録画できてるからいいや。で、グラウンドが本当にあるな。下って右に了解です。あ、そうだ、予約枠にするの忘れてた、予約枠にするの忘れてた。今これ復活してないんですね。まだコメントは聞こえるけど、
あ、戻りました。大丈夫ですか。あ、戻ってますね。よし。今ほぼ放送できてると思いますが、予約枠どうやって移ろうかな。こういって後方から来てます。今どこで隠れてやり過ごすか。あ、うわー、ちょっと怖いな。氷が道にまだ残ってる。あ、もしかして映像今ものすごく遅れてるかもしれないですね。そうそう、更新していただくと、いただくとって今言っても聞こえないのか。ん？何が早くなかった？すっかり忘れてた。二人来たら、あ、了解です。火星法教大学？ん？法教大学？舗装路、舗装路。超楽です。舗装路、超楽。お、やった。今のスケボーみたいなやつ、あれ車輪が2個しかついてないけど、どうやってバランス取るんだろう。雪すごい残ってましたね。タイヤの泥、ジャンプ。よっ、たったった。雪結構残ってますね。こんな残ってんだ、こっち。あ、泊まり？今どこに出てる？あ、どこ行ってんだ、これ。あー、なんか変な方向行ってますね。まあ、まあ、どっちにしろ、相原十字路まですぐ行けますね。iPhone 大丈夫です、大丈夫です。というわけで、七国峠、鎌倉古道は一応通った。これで通った。制覇したと言ってもいいですよね。ん？逆？今右手に太陽が見えてるから、右に出なきゃいけないのな、これ。ちょっとあの山があって、町田街道になかなか出られないです。さっきの大学の方じゃない方向に私は今向かってるんですね。右に行かなきゃいけないけど、どっか道が、あ、ここで行けるかな。あ、さっきのが中央公園。ネローさん今こっち向かってるんですかね。電波いけましたね。まあトラブルあったけど、なんでかあのポタファイの電池が早く切れてしまって、3時間も持たないなんて、かなり下手ってますね。古いやつ使ってしまったかな。あのロアの互換バッテリーの前から使ってるやつ。これが町田街道か。あ、そうだ、ラテどこだったんだっけ。ラテ過ぎました、もしかして。町田街道に出ました。ラテにいる。じゃあとりあえず波動さんと合流してからラテ向かってみるか。右ってことは西ですかね。まあとりあえず町田街道西に向かいます。うん、え、左右どっちだどっちだ。右は西の方向でいいんですよね。私は南に向かって出てきたから。まあどっちにしろ相原十字路がこの右手の方です。ギア西、あ、 OK ですね。ありがとうございます。予想以上に山でしたね、七国峠のところは。相原十字路を右ってことは北か。うん、今これ西向かってますね。根岸家政学院交差点が相原十字路から北の方角なんですかね。まあちょっとラッテで検索すればすぐ出ますよね。
過去2回行ってるけど覚えてない場所は。乗りたくて、私はかなり乗れませんでした。荷物がなければもうちょっとだけフットワークが軽くなるんですけどね。うお、鹿、今のは近いな、びっくりした。ということは皆さんからはかなり近かったように見えるんじゃないかな。寝る中、今のよっぽど自信あるのかな、向こうが。びっくりした。そう以上の、さすがに後ろからぶつかられたら 120% 向こうが悪いですよね。あ、ハドさん待ってる。今のが幅寄せかな。でも前に出て寄せるんじゃなくて、寄せた状態から後ろから来ましたけどね。